Hello, welcome to the Japanese Language Tips. My name is Seiya. I'm a Japanese teacher at the Tokyo Apartment Inc. Today, we have a very special guest from India. Hello, nice to meet you. I'm Sanskriti Joshi from India. Yeah, so we are talking about Japanese language with her today. Let's get started. はい、今日は、サンスクリーさんが特別のゲストで来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いしていいですか。はい、初めまして、ジョーシー・サンスクリティと申します。インド人です。2年前早稲田大学で留学生として日本へ参りました。今日本で働いております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。早稲田では何を勉強してたんですか。コンピューターサイエンスを勉強しました。コンピューターサイエンス、はい、すごいですね。 どんなサイエンスですか。私はエンクリプションにとして勉強しました。データとかを守るために。データを守るための、はい、なんていうサブジェクト。エンクリプションです。エンクリプション。はい、そうです。難しい単語ですけど、まあ、コンピューターを守るための勉強ということですね。データを守る、コンピューターデータを守るための勉強だそうです。はい、うん、大学院ですから、2年間ですか。はい、そうです。うん、早稲田はどうでしたか。理工学部なので西早稲田キャンパスですよね。はい、そうです。楽しかったですか。楽しかったんですけど、ちょっとコロナの時でしたので、うん、あんまり授業とかは全部オンラインでしたから。そうですね。研究室の時、うん、大学に行きました。うん、じゃあ研究室には行ってましたけど、通常の授業はオンラインでやってたんですね。はい、そうすると他の、まあお友達というか学生さんとあまり会う機会はなかったんですかね。はい、そうですよね。うん、それはちょっと残念でしたけども、まあ、サンスクリーさんは私の、日本語の生徒さんでもありまして、早稲田に入る前、日本に来る前からオンラインでちょっと日本語の授業をしていました。で、徐々に日本語上手くなって、で、西早稲田のアパートに、入居する時も、実は入居審査が日本語の入居審査がありまして、見事彼女は日本語でオーナーさんと会話できるレベルまで行ったんですね。それでめでたく入居できましたね。はい、日本語はまだまだですけど、よろしくお願いいたします。かなり日本語はね、ここ2年で上手くなったと思います。うん、はい、じゃあちょっとはもう日本語についてお話ししましょうかね。でもう2年ぐらい日本に来てますけど、例えば最も難しい日本語の言葉とか、うん、表現とかはありますか。そうですよね。ちょっと敬語と尊敬語を使うのはとても難しいと思います。はい、敬語と尊敬語は日本人でも難しいです。例えばどんな言葉が難しいですか。うん、例えばこれを知ってますかとか、ご存知ですか。言葉は全部違ってますので、うんうん、あとはこれを見てください、これをご覧くださいとか、うんうん、名刺を上がってくださいとか、全部言葉は違ってますので、それはちょっと覚えるのは難しいと思います。そうですね。知ってますか、これをご存知ですかっていうふうに変えないと、はい、まあちょっと、特にビジネスでは、うん、失礼に当たりますよね。それから見てください、これをちょっと見てくださいっていう時もご覧くださいっていうふうに変えないと、まあ特にビジネスではダメなんですよね。それからご飯を食べてくださいとか。ごめんなさい、ご飯ね、うん、ご飯を食べてくださいっていうのを召し上がって、うん、まあ召し上がり、まあ、お召し上がりくださいっていう言い方ありますけど、うん、まあこれもね、あんまり日本人も普段使わないので、本当にこれは勉強する人にとっては難しいかなと思いますね。うん、まあ日本人もね、かなり尊敬語、謙譲語がね、ぐちゃぐちゃになってるところもありますけど、これは本当にね、外国の人っては難しいことなので、本当に正直大変だなと思います。はい、さて、じゃあ特にじゃあ好きな言葉、サンスクリーさん、好きな言葉ありますかね。はい、好きな言葉は日本のオノマトピアは、うん、本当に好きです。あとゴロゴロとかダラダラとかピカピカとか、うん、
オノマトペア、まあ、日本語だとオノマトペって言いますけど、まあね、今おっしゃったように、うん、ゴロゴロ、はい、からピカピカ、うん、とか、あとは何かありますか？ダラダラふわふわとか。ふわふわね、まあ、ふわふわはよく使いますね。このなんかね、ふわふわしたものとか、うんうん、ゴロゴロはいつ使いますか？ゴロゴロ、何もした時、家にいる時とか、家で何してますか？友達は聞いたらゴロゴロしてますみたいな感じ。家でゴロゴロしてます。まあゴロゴロね、はい、寝てるとか。あ、はい、そうです。ちょっとまあ家でリラックスしている時に、あ、今ちょっとゴロゴロしているところですっていう感じかな。はい、うん、そうです。あと何でしょう、ピカピカ、うん、ピカピカはどこで使いますか？ピカピカはポケモンとかで見た時、ポケモン、ピカチュウというカラーはピカピカと言いますよね、うん、ピカピカはよくまあ子供も使いますし、我々大人も使いますかね。ピカピカしてるなとかね、はい、そうね。あとふわふわピカピカ、あと何かありますか？あとダラダラも多分ゴロゴロみたいな感じかな、うん、あ、ダラダラね、はい、もうこれもゴロゴロちょっと近いけど、うん、ダラダラの方がもうちょっとひどいかな。もうダラダラして何もしてませんみたいな、はい、レイバックな感じです。じゃあ今度はまあもう会社に入って何ヶ月かな、うん、ちょっと6ヶ月ぐらいかな、うん、じゃあ去年早稲田を卒業して、うん、就職して6ヶ月、うんうん、じゃあ学生時代から、まあ、社会人に変わって、うん、何か気がついたところとか、うん、まあ、もちろん大変だと思うけども、はい、何かありますかね、うん、学生時代の時休みとかは長いでしたから それはとても幸せでした幸せの長い休み、はい、旅行とかも行くことができるし、うん、今はちょっと土曜日と日曜日だけ休みかな。それはちょっと大変と思います、うん、じゃあ会社で日本語と英語と2つ使ってると思いますけど、うん、はい、どれぐらいの割合で話しますか？うん、5割かな。5割5かな。お、50-50。そうそう、50-50。すごいですね。でも大学生の時あんまり全部授業とかは英語にありましたので、うん、あんまり日本語とかは使いませんでしたけど、うん、今はちょっと日本語も使うようになりました、うん。じゃあ会社では日本人以外のスタッフで外国から来た人もいるんですよね、うん、はい、うん、いっぱいいます。どちらの国籍の方がいますか？あ、イタリア人とメキシコ人と、うん、と香港人とアメリカ人とフランス人と、うん、いろんな、ね、国からいます。じゃあそれぞれ彼らは日本語は結構できるんですか？はい、できるんです。あ、すごいですね。じゃあその中でまあ英語と日本語と、うん、使い分ける、はい、じゃあどういう中で、あ、今回は日本語、うん、はい、今回は英語、なんかどっか使い分けることはあるんですか？はい、だいたい外国人と英語で喋ります、うん、あとはミーティングとかは、あ、外国人のお客様とかにミーティングの時は、うん、英語を使います。じゃあ日本人のスタッフとは英語では喋らず日本語を使う、はい、はい、で、前外国人のスタッフとは英語になってしまう、うん、はい、そうです。例えば外国人同士で日本語は使わないんですか？うん、あんまり使わない、はい、それはどうしてですか？うん、多分英語の方が楽かな、まあ、イタリア人、うん、台湾人でしたっけ、うん、香港人、香港、メキシコ人、メキシコ、はい、まあ、バラエティにね、飛んでますよね。うん、まあできれば外国のスタッフとも日本語で喋ると、うん、まあ、お互いこう教えることができるかもしれませんよね。そうですよね。ただこういう面白い表現がありましたよ、どうですか、うん、今度使ってみませんかみたいな感じだと、はい、まあ、日本にいるのでせっかくね、うんうん、勉強になるかなと思いますね。そうですよね。うん、わかりました。あとなんか例えばね、インドから日本に来て、まあ、東京ですけど、ちょっとこれは変わってるなとか、不思議だなとかいう、うん、経験とか、はい、感想とかありますか？はい、インドでいる時、お母さんは全部料理とか作るとか、うんうん、あと洗濯とか全部お母さんをまあ、ね、してあげましたので、うん、日本に来た後で全部自分で
しなきゃみたいな感じになりましただから、うん、もうちょっと料理とかもできるようになりました。そうね、それはね、もちろんね、自炊っていう言葉ありますけど、うん、自分でご飯を作って、まあ、生活をしていくっていう言葉で自炊となります。自炊をするようになって、はい、まあ、自分の料理の、うん、まあね、増えた、バラエティが増えた、はい、それはいいですよね、はいはい、あとは、うん、大体電車とかは、うん、インドにいる時車とかバイクとかを乗りましたので、うん、東京に来た後で電車は毎日乗ります。それは違いました。あ、インドではバイク運転してたんですか、うん、はい、お、すごいですねそれは普通です。インドでじゃあ電車はあんま使わないんですか。うん、ちょっと場所によるかな、はい、ムンバイとかに行ったら、うん、電車とかは使います、うん、じゃあ普通の、日常は車、うん、車とかバイクとか使います。そうですね、まあ、東京は特に電車が、ね、発達しているので、うん、まあ、わざわざ近いところ車で行くことはあんまりないんですよね。そうです、楽ですけど、うん、楽ですけどね、はい、あと何かありますかね、うん、あとは、まあ、ちょっと私はベジテリアンなので、うん、日本に来た後でベジテリアンの料理を見つかるのはとても大変と思います、うん、だから自分で料理を大体作ります。そうですね、あのベジタリアンの方本当に増えてきて、うん、でね、ここ最近はビーガンという言葉もやっと浸透してきたのかな、うん、だからここ 2,3 年ですよね、ビーガン専門のお店が、中目黒とか恵比寿に出てきたのも、だからちょうどサンスクレさんが日本に来た頃からかな、うん、コロナで大変な時の後前後にできて、まあ、ベジタリアンとまたビーガンってちょっと違いますよね、うん、そうですよね。でベジタリアンっていうのは、まあまあ、我々日本人が想像するように、お肉を食べない、うん、お魚も食べない。そうです。ただビーガンは、うん、牛乳とかチーズとか乳製品も食べないという、ちょっとまあ、ね、もう少しこうレベルの高いいうところですけど、うんうん、サンスペさんはどちらなんですか。私はベジタリアンです。ベジタリアンですね、はい、うん、だからまあベジタリアン料理を出すお店とかね、非常に増えてきたのはここ最近ですね、本当にね、はい、うん、そうですか、まあ、なかなかね、まだまだ日本は、ベジタリアンあるいはビーガンの浸透はちょっと他の国に比べたら遅いかもしれないですけどね、うんうん、はい、あとなんか普通の道、ストリートとか歩いてて、うん、これはちょっと変わってるなとか、うん、なんか面白いトピックありますか。うん、自転車とかを乗っている人は多い、東京で、うん、多いですね、はい、それはあります。あとはベジタリアンの時の面白いなエピソードもあって、うん、まあ最初日本に来たらマクドナルドに行きました時、うん、ここベジタリアン料理のなんとかありますかと聞いたら、うん、びっくりしたので、ベジタリアンは何ですかと全然知らなかったから、ちょっと店員さんに聞いてみたら、誰もベジタリアンのことを知りませんでしたので、それはだから2020年ぐらい、はい、2020年ぐらい、そう、はい、西早稲田のマクドナルド、あ、そう、西早稲田のマクドナルド、あ、鶏肉は大丈夫ですか、魚は大丈夫ですか、うん、肉とかは全然食べることができないので、うん、じゃあパンとキャベツとかみたいなハンバーグしか食べられないみたいな感じでしたので。でも今でもマクドナルドにベジタリアンメニューってありますか、うん、あれバーガーとかはないですよね。ないですよね、うん、デザートとかはありますけど。デザートはある、うん、アップルパイとか。あ、はいはい、そうですよね、うん、じゃあね、だからね、マクドナルドは、ね、ビーフハンバーガー売ってるから、はい、それを乗っけて、うん、何このパンと野菜を挟んで、はい、それはオーダーできたんですか。うん、できませんでした。じゃあギブアップして、そうそう、コーヒーだけを飲みました。そっか、あ、そうなんだ、うん、まあこのね、この際ですからね、このマクドナルドさんもベジタリアンメニューをぜひね、はい、導入されてはどうでしょうか。今でもないよね。今でもないです。あ、それはちょっと気安くあってもおかしくないですよね、うん、
そうですか、うん、なかなかね、そのマクドナルド大きなチェーン店ですけど、ベジタリアンのマーケット大きいと思いますね。はい、インドであります。インドのベジタリアンマックとかは買うことができます。そうですね、だから日本だけかもしれません、ベジタリアンメニューはないのが。前ちょっと言ってました、カフェがちょっと変わってる。うんうん、そうそうそう、あの日本のカフェとかで勉強 したりとか仕事をしたり、真面目に本とかを読んだり、うん、よく見るけど、ほとんどインドでそんなことないかな、うん、みんなあのしゃべる、うん、カフェとかでやったらちょっとうるさいかな。あみたいな感じで、あんまり働いている、勉強している方たちは見ることができない。そうですか。ないですけど、うん、それはちょっと不思議だな。ね、まあスターバックス行ったらみんななんかパソコンね、うん、いじってずっと仕事してるのかな、はいはい、あるいはスターバックスに限らずずっと受験勉強してる学生さんとか、まあ、静かに本読んでるとか、うん、どっちかというとこう人と会って喋るよりはなんか自分の時間を作りたいなっていう人が多いかもしれません。ただインドはそうじゃなくて、人と会う、うん、会って、はい、まあ、コミュニケーションしたりとか、うん、おしゃべりするのがメイン、うん、それが面白いですね、うん、まあもちろんね、あのスターバックスでも話してる人はいっぱいいますけども、うん、どっちかというと、まあ、半分ぐらいは自分でなんか一人でやってる、うん、はい、イメージありますけどね。そうですか、うん、これからじゃあサンスクリットさんはずっと、まあ、しばらく日本で、うん、働いて、なんか将来のなんかプランはありますか？うん、将来のプランはあんまりないですけどもうちょっと日本に行って働きたいです、うん、あのそうです、日本はこれから人口が、ね、減ってきますので、まあ、外国の方のマンパワーがとても重要なので、サンスクレさんみたいな方はずっとね日本で働いていただけるととても助かります、はい、よろしくお願いいたします、はい、Thank you for watching this video. I hope you enjoy it. So see you in the next video. Bye. Bye bye. See you.